さん、こんにちは。今日は認知症という病気になってしまったおばあさんのお話をします。今はお年寄りの方が増えていて、それに伴って認知症の方も増えていますし、85歳以上の4人に1人が認知症になると言われています。私やあなたの認知症になるかもしれない病気です。認知症にはアルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などがあります。脳の細胞が壊れてしまったり、働きが悪くなったために生活する上でいろいろ困ったことが起きる病気です。脳は見たり聞いたり覚えたり理解したり、手や足を動かしたりと、私たちの体をコントロールしている体の司令塔ですので、そこが壊れていると物事が覚えられない、聞いてもすぐに忘れている。今日は何日なのか、何曜日なのか、わからないという時間や場所、またこの人が誰なのか、人がわからなくなったりします。そして今までできていたことができなくなったりするので、いろいろなことで失敗が多くなります。認知症の人は司令塔である脳の働きが悪くなる病気なので、失敗が多くなってしまうのは仕方がないことなので、それを叱られたりしたら辛いし悲しくなりますね。脳の病気でもし皆さんがこんな風になったら、どんな気持ちになるでしょうか。不安で不安になるのではないでしょうか。認知症の人も毎日不安でいっぱいなのです。ではどうしたらいいのでしょうか。今の医学ではまだこの病気を治すことはできませんが、周りの人がこの病気のことを理解して、不安な気持ちを感じていたり、できないことを一緒にしたり、助けてあげることができれば、安心して生活していくことができます。優しい言葉をかけたり、さりげなく伝わってくれる人が一人でも増えるように、今日は認知症の中で間違った接し方と望ましい接し方の両方を経験することができます。認知症になってしまったおばあさんの行動を見ながら、認知症について一緒に考えていきましょう。まずは寝るの仕方や曜日がわからなくなってしまった認知症のおばあさんのお話です。ご覧ください。おばあさんはまだ年齢のことがありませんので、こんな
では、どのように接したらよいのでしょうか。望ましい対応の例をご覧ください。Thank you.
マネージャー、成長地域包括支援センター、